重心が腰の方にしたったら、さっきも言ったけど移動が遅くなる。で、なんでかって言ったら、ゴミ袋に水溜めて水するか、担いで、運ぶか、どっちが早いか。だから下じゃなくて上に持ってる。そしたら移動が速くなる。下やったら削るから遅くなる。だから重心は上に上げる。 OK。 で、もう一個、半身になる、構え上げる重心をここにイメージするだけでいい。下じゃなくて上にイメージするのと、最後、軸を若干後ろにする。後ろ重心若干する。で、これ何でかって言ったら、例えば普通に構える、これまっすぐ、まっすぐやったら、龍太郎くんも突き届くし、僕も突き届く。でも、ちょっと重心下げれば周りと全然変わってきて、こっち、龍太郎くんはもう一歩入らんと届かへん距離になってくる。でもこっちは距離が変わってないから、単純に体を反らしただけで周り変わってくる。もう一歩入らんと届かへんってなんねんけど、こっちはもう入ってるからそのままつける。だから騙す感じ、間合いを騙す。これこうじゃなくて、そしたら間合い変わってないからそのままっていうのを意識して構えてステップの練習な。構えて細かくステップすんねんけど、上にこうやって飛ぶんじゃなくて、あのバスケットボールをバウンドさせてる感じ。足の裏でボン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 上に飛ぶんじゃなくて、下にあのこうバウンドさせる感じ。そういうイメージで細かく変える。 OK。 はい、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 はい。